背景、四国ガーデンさん。そちらから購入したオテロイ。こんなに大きく成長しました。随分長場のオテロイになってしまいました。私はこれを多分ピーコッキーと呼んでいるんですが、今回は私の持っている多分ピーコッキーの今の状態と、11月に開催する多分ピーコッキーフォトコンテストについて、新しく協賛に申し出いただいたところの紹介と追加情報と再度コンテストの内容の確認です。皆さんご機嫌いかがですか。ダンディになりたい M です。こちらがハウス内で自由している四国ガーデンさんが言うオテロイ。おかげさまでこんなに成長しました。オテロイでいいんですよね。謝罪とかないので、そうなんでしょう。オテロイから取った種と明言されています。でも私はこの株を多分ピーコッキーと呼んでいます。成長して葉の厚みが増しました。でも相変わらず成長点の部分は細細、存在感は横のオバテフォリアよりも劣ります。葉の幅の違いでしょうか。まあそこは仕方がない。こちらは10ヶ月前の姿。まあ大きくはなったんですが、姿形はそんなに変わってないような、そんなイメージだったんですが、これが今結構葉が展開して変わってきています。もっともっと成長するかなと思ったんですが、大きくなると成長度合いが鈍化するのかもしれません。この鋭い先っぽでたまに刺してきます。多分ピーコッキーといえばこのうねり。うねりは大きくなっても変わりません。ただいい感じでうねってきます。もっともっと葉が展開していけばかっこよくなるかもしれません。今のところピーコッキーの成長した姿を、完成した姿を見ている人は非常に少ないと思います。私も写真でペラッと見たぐらいです。そしてこちらにあるのも多分ピーコッキー、ちょっと小ぶりなサイズ。そしてその横も多分ピーコッキー、ちょっと水が足りないのかな。これは締めてもかっこよくなりません。この葉の縁が白いのはいいですね。全部の葉が白ければもっといいと思うんですが、この上の部分はこんな感じ、徐々に白くなっていくタイプです。この中心細細やな。でもこの巨子に水をかけるとオレンジ色になって非常に綺麗、そんな可愛い部分もあったりします。そして改めて見て、やっぱオバティフォリアにちょっと負けてる。別の場所にも多分ピーコッキーあったりします。これが一番葉数が多いかもしれません。もっと葉数が増えていったらかっこよくなるのかどうか。もっと成長は早いと思っていたんですが、そんなに早くない、そんな印象です。早く展開しないと11月のコンテストに間に合わないじゃん。私も参加しようと思っているのでちょっと焦ってます。言っておきますが、オテロイやチタノタの実生で葉が長いやつ、それが多分ピーコッキーだと言ってるのを見かけることはありますが、そうとは限りません。私が見てあれ違うんじゃないかなと思うのもあったりします。この辺も実はまだ分かりません。いや、うねっとるな。これはそうか、これはどうでしょう。私はちょっと違うかなと思ったりします。これはどうでしょうか。細くて葉はうねっているような感じ。実はこれホワイトアイスの小株です。こちらの株の小株になります。このようにもっと大きくならないと判別は非常に難しい。この株もそうでした。長葉タイプでどのように成長していくかと思っていたらこういう感じになりました。こちらの株はザ・コアさんの CF010。 これからもっともっと形は変わっていくと思います。そんな感じで長場になっても全て多分ピーコッキーというわけではありません。それではコンテストの話に移りたいと思います。11月に開催予定の多分ピーコッキーフォトコンテストに新しく協賛で名乗りを上げていただいたところがあります。こちら革職人ゴスケアさんからご提供いただきました。 YouTube でゴスケアチャンネルもされています。ご提供いただいた商品はというと、こちら革のマルチケース、ゴスケアエンゲームバージョン、ステッカーも入っていました。ありがとうございます。こういうカードも、こういうのってセンスが出るなと思います。いいですね。
イタリアのバタラッシュカルロ社ミネルパリス塩コーネ、香りがいいという話だったんで嗅いでみたんですが、確かにいい。なんというか昔嗅いだことのある匂いというか、いい皮の匂いってこうなんだ、そんなことを改めて思い出させてくれました。気になる方はぜひ参加してゲットしてみてください。また使い込んでいくと深い飴色になっていくと、経年変化を楽しめる一品です。そして手触り気持ちいい。作りは厚めの革でしっかりしています。マルチケースなんで何を入れてもいい。さあ、あなたなら何を入れますか。こちらのマルチケース2つ協賛いただきました。そしてこちら愛知県豊橋市植物切り花販売のモネさん、モネオリジナル陶器鉢、それを3つ協賛品としていただきました。この鉢高級感があって色味もいい、重厚感もあるんですが、鉢本体は非常に軽い、水はけも良さそうです。下の部分に空気を取り入れるためのくぼみもあり、いい鉢です。大きさもチタノタオテロイにちょうどいい。こちらはシックな形、3種類ともデザインが違います。いいねこれ。そして3つ目はちょっと上の口が大きいタイプ、この陶器鉢3つご提供いただきました。ありがとうございました。本当は4ついただいたんですが、1つは私用にいいよと言われたのでもらっちゃいました。ありがとうございました。そのモネさんとのやり取りの中でこういうことを言われていたのでちょっと紹介します。園芸って芸なんです。美しく健やかに育て、美しく仕立てる、これは当たり前ですがものすごく難しい。この難しさを楽しみ苦しみ、しかも商売にしてる粋な人、いやなんか照れるな。刺さります。これはモネの社長の奥様からの文章でした。実はこれは私のことではなくてモネの社長の話です。私はいつも妻から部屋が土臭いと怒られていますんで。それでは今までの協賛していただいた方の新しい情報、宮崎県にある有限会社雑貨屋さん、種からというブランドで陶器鉢なんかを販売されています。ただ今回はトロリというチーズテリーヌの商品をご提供いただいています。しかも5名様分、今回その現物を送っていただきました。そしてもちろんいただきました。こちらがトロリという名前のチーズテリーヌ、来た時は冷凍されてきたんですが今解凍した状態、これだけで柔らかいのが分かります。これちょっと解凍しすぎたかもしれません。完全に解凍する前の方が綺麗に切れたような気がしますが、しょうがない。味は非常に美味しかったです。濃厚な感じですが甘すぎず、口の中でとろけるという感じ。うちの奥さんからもそして美味しいと評価をいただきました。味見させていただきありがとうございました。そして静かなチャンネルさんからも提供する商品が決まったと連絡がありました。オリーブの盆栽結構安定してできました。結構太気でゴツゴツしてて武骨でかっこいいと思います。大きさもね結構あるので、開墾好きの人とかこのオリーブ盆栽すごい楽しめると思います。 LED ライトで室内で、鑑賞できるし、まあ外に置いても越冬余裕なので、ぜひオリーブ盆栽楽しんでみてください。お願いします。動画も撮っていただきありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。それではその他の協賛をいただいているところ、鹿児島県霧島市にある中村薬局内にあるシークレットバザルさん、こちらのグラキリスご提供いただいています。そして日だまり OS の東和物産株式会社さん、そちらから最高最低温度計、そしてガリレオ温度計 M サイズ、こちらをセットとして3名様に提供いただきます。こちらは日だまり温室ショーと命名いただきました。リメイクプラ鉢の製作販売を行われているインスタグラムアカウントスパイラルグリーンスパイクさん、
協賛としてピーコッキーをイメージした鉢をオリジナルで作っていただけるということです。ちなみにこちらはサンプルとしていただきました。模型用の有刺鉄線もついています。世界に一つオリジナルな鉢です。シーマというガレージブランドで製作されているシーマの槍、そこのアキさんは YouTube もされているので、お店の情報や YouTube の情報なんかを概要欄に載せておきます。これ結構長さがあるのもいいです。それともう一本違う形のソイルスティックも送ってもらってます。2本セットでご提供いただきました。ご提供いただいた皆さんありがとうございます。その他ご協力いただけるところとして、YouTuber の MPS ワンズさん、そしておいでよ埼玉月刊チュースデーの皆さん、そして私から、多分ピーコッキーのヤフオク販売での収益金を全額還元、そしてプラスアルファで賞金として1位5万円、2位が3万円、3位が2万円、現金での協賛があれば金額はまた変わってくるかもしれません。応募時期は11月15日から30日まで、結果発表は12月の下旬。株の対象はボテロイチタノタの名前で購入し、長葉が出てきたアガベ、ちょっと長葉かなぐらいであったら認められません。ちゃんとピーコッキーらしさがあること。持ってない方でも今メルカリで見たらしっかり販売されているので、全ての方にチャンスはあります。ピーコッキーとして購入された株でも大丈夫です。その他のルールとして1人2株まで応募可能。ちゃんとピーコッキーとして分かるような写真を撮ってください。写真判定なんでどんな株にもチャンスはあります。かっこよく撮れればいいんで、ただし写真の過度な加工はやりすぎとして禁止です。あくまでもピーコッキーの良さを見つけるためのフォトコンテスト、株の大きさは関係ありません。というか写真次第という面もあります。皆さんぜひ振るってご参加ください。応募方法はまだご連絡します。また協賛協力いただいているところの情報を概要欄に載せておりますので、皆さんチェックをしてみてください。まだまだ協賛のお申し出お待ちしております。概要欄のメールアドレスからご連絡ください。それでは今回はこの辺で、ごきげんよう。